道場の中に極意はないですから、あなた方の心の中にありますから。先生が勉強を教えてくれるんですか？先生はヒントを与えてアドバイスしていろんな知識を教えます。でも解決するのは自分です。疑問を持った時に、インタープリテ、疑問を持った時に、疑問を持った人に自分の解決の心が全部ありますでしょ。先生が教えてくれるんだったらずっと死ぬまで先生がいなきゃならない。疑問を持った時にはもうあなた方はその答えを頭の中で心の中に持ってるはずです。それが教育ですね、うん、合気道の先生が学校の先生が教えてあげるのではないです。自分で解決する。